おはようございます。速稼塾の久保でございます。6月14日月曜日になりました。週が明けましたので、今日はね、週足から見ていきます。時間は6時23分です。では早速画面切り替えていきますので、こちらの週足からどうぞ。じゃあ週足の方ですけどもね、懐かしいことからやっていきましょうか。こちらとこちらにもうポイントを引いて、もうすでにね、見えなくなっちゃったところですよ。こういう風に横に引きますよね。もうちょっと下かな。で、ここに当たったら上に跳ね返るってことが結構長かったわけなんですけども、ここに来てですね、ちょっとここ下割っちゃいましたよね。でもやっぱりここから急回復して V の字で上がっていくところ、ここがエリオット波動になってるんじゃないかな。第3波とかね、なって、で調整波がこういう風に入ってるんじゃないかなってことを申し上げました。ということはですよ、ここからこういう風に突き抜けていく可能性が高いってことで、これで週足を見ていきましたよね。で、移動平均線はそれを担保するように上昇局面に入ってるわけなんですよ。さあ、これを前提に日足の方を見ていきます。日足を見ていきますと、右肩上がりになっていってるような状態なんですけども、これは先週先々週と説明しましたね。こういう風になってるよと、チャンネルライン引いてるよってことでございます。で、今結構価格の低いところにいるんで、倍で入ればまあ負けはないんだろうっていう風に先週の終盤まとめていきました。4時間の方を見ましょうか。はい、109円の575に入ったら倍でエントリーするよというふうに申し上げました。109円の575、まあ怪現象が起きてですね、なんかここで、エントリーできてなかったっていうトラブルもありましたけども、私が宣言した価格ってのは変わらずに109円の575ですね。これを上昇でクリアしたら倍で入ればいいんじゃないのって形で、現在の価格は109円の639、109円の639なんで、数字をね、きちんと、信頼してくださった方は、まあ、10ピップス弱取れているんじゃないかなと思いますし、最大値でね、これ109円の785まで取れたチャンスがあったんですよ。まあ、ですんで、20ピップスは取れたかなと思いますけども、まあ、でもね、10ピップス、20ピップスを狙ってやってるわけではないんで、勝ち誇ることはできません。私が申し上げたのは、あくまでも、このポイントまで、ね、上がっていくってことで、やっぱりね、5、60ピップスを狙って、私はこの109円の575っていうのを設定したわけなんですよ。ですんで、これから、このチャートがね、1時間見てから考えますけども、ぐーっと上に伸びていってもらわないと困っちゃうよねって話なんですよね。じゃあ、1時間足見ていきます。1時間足は、ご覧のように横ばいのような右手上昇みたいに見えますよね。移動平均線を見ると上の方から迫ってきてるんで、この辺からね。単純に横ばいだとか右肩上がりっていうのは言えないんですよ。でもどうでしょうかね、こういう風に上下するに従って、まあ、ここヒゲも出てますけども、まあ、結局先週の終わり頃には上昇の方面に何かを匂わせるようになってるんじゃないかなというふうに解釈できます。ですので今週の方針としては、109円の785あたりに出現した2本の陰線4線の上ヒゲですよね。これが下に抑えにかかっているところは確かなんですけども、逆に言うとですね、こちらの方には陽線で下ヒゲが出ているところがありますよね。だからこう攻め合いではあると思うんですよ。ただ若干上昇の圧力の方が強いんではなかろうかっていう材料をもとに、またね、今週1日を見ていくことになります。今のところ何がこうなるってことは全く言えませんけども、まあ上昇局面に入ってるだろうということは変わりません。ただエントリーできるほどの上昇格っていうのはちょっとまだ期待できませんのでね、まあエントリーをする準備はまだまだ全然できません。ただ倍の方に動いていくんだなかろうこと、だから倍の方に動くんだったらその次にエントリーポイントを設定してもいいかなって思ってるところですね。いやー、でもね、苦難の5月後半でしたね。取れた瞬間ありましたけども、6月に入ってまだイゴイゴしてるところだと思います。まあこういう時もありますからね。ずっと順調ってのはないですから。ですので順調の時もあればうまくいかない時もあると。それが4対6でくれば差額の2割で勝っていきますよって話なんで、私の相場解説ね、順調の時はものすごく取りに行ってるところをお見せすることができてると思いますけども、取れてない時っていうのも毎日相場解説やりますんでね。今日は勝てそうにないんで相場解説ありませんって言うと、勝ってる印象ばかり残せるんですけども、ちゃんとエントリーできてない、そういう時もあるんだよと、こういう思いでやってるんだよってことも多くの方共感できることじゃないかなと思いますんで、お届けしております。それでは今日の放送は以上です。